はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、バリアンツとかいう、もはや遊戯王ではないという言われている、まあ、将棋デッキですね、実質、に新規カードが実装されまして、ソロアクティベートというね、このカードが実装されましたので、本日も元気に悪用していこうというふうに思っております。どういうカードかっていうと、デッキからまずバリアンツ P モンスターを置けますよと、このカードね、でフィールドゾーンにカードが存在しているとバリアンツモンスターを動かせますよという墓地のモンスター。これポジションチェンジを今まで使ってやってたんですけども、ソロアクが来たことによってポジションチェンジなしでデッキが組めるようになりました。めちゃくちゃ強いですこのカード。はい、バリアンツの革命的初動カードとなっております。で、シノラメとこのソロアクティベートを組み合わさった場合、相手のライフがなんと先行、まあ、実質先行でワンキルできるというムーブがありまして、今まではですねデビルフランケンっていうモンスターをね、このデッキちなみに召喚剣を使わないんですよ。展開するときに召喚剣使わないんで、召喚剣をいろんななんか激場モンスターに割いてね、やばいことできてたんですよ今までは。だけどこいつがアズカバンに送られましたので、アズカバンオフになっちゃったんで、まあ何を使っていくかって話なんですけども、今回はですねこの、打点しなすレフィキルっていうモンスターを使っていきます。これモンスターゾーンに存在する限り相手のライフを回復する効果はダメージ与える効果っていう効果になってまして、でライフを要は8000回復させれば、まあ、ワンパンできるってことなんですね。はい、で、回復させるカード、ペンデラムデッキにはすごい相性がいいカードありまして、これスーパーユニバースって言うんですけども、スーパーユニバースはこれ、この効果発動するターンは自分交換モンスター、この効果以外では、モンスターを召喚特殊ができないよっていう制約かかっちゃうんですけど、エクストラデッキから P モンスター可能な限り特殊ができるよという効果があります。はい、なのでこのスマイルユニバースを使いまして、エクストラデッキからなんか打点が高いモンスターポンポンポンって出していくと、まあ、一気に相手のライフをね、ちなみに回復できるっていう効果があるんですね。これ特殊召喚したモンスターの効果だから、まあデュエルでみんなを笑顔にする効果があるんですよ。でデュエルでみんなを笑顔にする効果を書き換えて、まあ泣かせるっていう、はい、いうそういうデッキです。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ、真面目にバリアンツしろ。バリアンツ引っ張ってきて、まず一発目に先行ワンキルしようとしてるの、マジで控えめに行って勝つだけどな。控えめに言って貸す実況者である。使用最強カードソロアクティベートあって芸人秘密にある。さすがにこれ最強だな、血飲めないけど。連日の撮影によりちょっと声がなんかちょっと枯れてきたので、ちょっと聞きにくいところありましたら本当に申し訳ございません。これで死んだ万象を相手のフィールドに置きまして、相手の拮抗勝負および無限包囲は許さないといった構えです。これ普通にフィールド魔法を送りつけるってこの動きが強いんだよな。その無限包囲が打てないから相手。さあ、もうこっからは巫女置くしかない。まあ、とりあえず巫女特殊召喚していく。シノノメちゃん出して、もうシノノメがないとね、まあ、基本的に、まあ、痛いけど、いやまあぶっちゃけ実質戦攻撃なんてあんま関係ないですよね。無限保養ない打てないから、でもいけると思うんだよな、なんもなければ、まあ、それでシノノメでソロアクティベート持ってくる。まあ、このソロアクティベートは今関係ない。バイカントあるからソロアクで動かすか。ソロワークで動かして、でシノノメちゃんを横に移動させて、で効果発動で、ナズキ持ってきて、でナズキをペンデラム制御セッティングで効果発動してマイナス。今僕これ遊戯王してます。今僕遊戯王してます。はい、将棋じゃないですよ。でエレクトラム出していく。包囲が効かないのが痛いよね。強いよな。まあ、裏とか打てるんだけど、別に。相手のフィールドにカードがあるとさ、打てないカードって、まあ、そこそこあるじゃないですか。まあ、拮抗勝負とね、無限包囲をケアできてるって、まあ、拮抗勝負は、まあ、この、先行ワンキル方はあんま関係ないけど、まあ、とりあえずマーキスでも加えてますよ、これ。まあ、なんか、何加えてもあんま変わんない気がするけど、まあ、で、スマイルマジシャンはちょっとエクストラが出さなきゃいけないんで、これ叩き割りまして、叩き割りましてカードを1枚ドローしていく。マーキス加えて1枚ドローイング。はい、あ、ウララ強い。まあこれ正直ちょっと増殖する G のところで欲しかったところはあるけどね。でバイカント出して、はい、でこれ前に出して進めて、で効果発動して、ナズキをエクストラモンスターゾーンの下に出して、で死んだ万象の効果によって前に出すこれやってることわけわかんないよな、これ多分皆さんね。今なお前何してんのみたいなとこありますよね。はい、これも遊戯をします。でグランディング出していく。でですね、
マーキスかな、ペンデラルしよう、ヘビーメタルフォーゼとグランデュークで、ビヨンドしていく。ビヨンドもね結構ねあのお胸が非常にパッツパツで非常にえっなカードになっております。で、これによりスケール上持ってくる。で、スマイルマジシャンをちょっと出したいのでスケールが、ね、9以上じゃないでもいいんですよね。で、剣道スピリット回転からの、まあ、何でもいいんだけどサイオンでいいか。で、ペンデラムスケールが1から9なので2から8のモンスターが同時に召喚可能。揺れろ魂のペンデラム、天空にかけ光のワーク、ペンデラム召喚、現れろ俺のモンスターたちよ。モンスターたちよって言いながら出てくるようなモンスターじゃない気がするけど、まあ、とりあえず、スマイルマジシャンの効果、特殊召喚に成功した場合相手を笑顔にするためのスマイルマジックトラップカードを1枚を手札に加えていく。みんなに笑顔をデュエルで、みんなに笑顔をスマイルユーは手札に加えていく。そして書いての効果で手札に戻る。さらにマーキスとナズキで、あやべえマーキスの方が使わせた、まあいいか、アルクトスでからの一旦ダグザー出していく。天使族モンスター残しながらだからこことここだな。はい、ダグザー出してでアルクトスが天使族なんでね、あなんか引いたな、なんかチェーンあるな俺、なんだ俺ここで引くの何これ、あれか B セットか、もう売ってるかフリーチェーンで売ってるカードだってあんまねえよなこれ。ああ B セットで、はいはい、いいよいいよ、ずっとどうぞどうぞ、あんまもう墓地除外されるとかあんま関係ないんでこっちこのデッキ、あの盤面であのねあの効果使っていく感じになるから。でここでまず失落の打点手出していく、失落の打点手出していく。今禁じられた人質って入ってないからね基本的にみんな。で、失落の打点手の効果発動で魔法カード切ってレフィキュル持ってきて、まだ僕召喚権使ってないんでね、ちなみにチナムトでセレーレ出して、はい、ういうい、あこれ今一応あれか、サイオン出してウーサーの方がいいかもしれないな。あーあーいいですよ、はいはい、了解しました。マグナムートはもうご自由にどうぞ。俺一応サイオン出してウーサの方がモンスター効果向こうあるんで一応良かったですね。あと下の矢印は3つ用意できるんでウーサはね、はい、まあ、裏ラルか裏ラルっとくかもなんか分かんねえけど、分かんねえけど裏ラルっとくわ。で、召喚権使ってないない問題が発生しまして、とりあえずレフィキル出していく。いやまあもういいよ、もう、いい、大丈夫だろ、多分大丈夫だろ。これでセットして、ちょっと一応ケイニー秘密戦で相手のモンスターなんか送り込んどく、魔法トラップゾーンに。なんかあんまり意味ない気もしないでもないけど、まあ、とりあえずちょっと送り込んどくか。はい、で、まあ、とりあえずみんなを笑顔にしていくか。でエンドフェイズ、まあ、これでまあ無限攻撃を打てないんで、まあ、ドローフェイズの展開は通ると思うんですよね。で、ドローフェイズみんなを笑顔にデュエルで、デュエルでみんなを笑顔に、スマイルユニバースの効果、エクストラデッキから表側表示のペンデラモンスターを可能な限り特殊召喚、かっこ効果無効。そして相手は特殊召喚されたモンスターの元々の攻撃力分のライフポイントを回復する。回復？デュエルでみんなを笑顔に、レディースジェントルメン。いやなんかバリアンスの展開さえ通れば、まあ、そこそこはレフィル来てる、そこそこねなんか成功確率は高い気がしますねこのワンキル。まあ一応1枚初動ではないんだけど、まあ、結構いける。増殖する G、まあ、普通に抹殺をしていく、まあ、増 G とかいう激キモカードでね、ありえない量のカードを引かれますのでね、回答札を引かれる可能性があってマジでうざいので、まあ、抹殺で増殖する G ぶち抜いて許しませんと。でソロアクティベイツの効果によってシノノメをペンデラムスケールにセッティングで、ペンデラムスケールの効果を発動して自分を前に出していく。はい、で進めて効果発動して、でミコちゃん効果でケイニヒビセ持ってきて、
で経営に日々線を叩きつけて神羅万象を叩きつける。で名付きペンジラムスキルにセッティングして前に出す。忍びから動く場合は、まあ、大体この動きになるんで、まあ意外とね、あの難しくはない。で、名付きちゃんの効果で忍び横に動かす。で忍びちゃんの効果を発動。バイクは壺を持ってくる。で、バイカンツーで、なんつき置くみたいな動きになるんですけども、あの、これね、見た通りにやっていただければね、多分ね、皆さんも回せると思います。おそらく。で、ですね、坂家優也を、ペンデラスケに追加して、で、なんか謎のロボットスケールにセッティングして、で、ロボット効果で前出る。で、ロボット効果発動して、なずきちゃん置いてから前出す。はい。エクストラモンスターゾーンの下にいるなんか上級モンスターをリリースというのがよくわからない条件で出てくるグランデューク。よくわからない条件で出てくる。で、一旦これはマーキス出してサーチしに行っていいな。マーキスからのマーキス爆弾ムーブ。で、マーキスの効果発動して、コイン、あ、サイコロ振って、いっちゃ、弱っ！あ、でもサイオン来たので、まあいいや。まあ、サイオン来たのでかい。で、エレクトラム効果発動。カード叩き割って、エクストラデッキのカード回収しながら、まあこれなんでもいいんだけど、ケニヒビス戦でいいかな。で、ケニヒビス戦の効果によって、スマイルマンション以外のね、坂木優也以外のモンス、カードを手を抜いていく。レフィキュル引いてんのか。引いてる場合は結構上振れるぞ、まあ、とりあえずビヨンド出しに行くか。エレクトラムもちょっと邪魔なので、エレクトラムとマーキスでいいか。はい、これでこうビヨンザペンデラム効果発動。ペンデラムモンスターを手札に加えていく。これで、剣道をしに行くでしょ。剣道スピリットね、ペンデラムスキル9なんでめっちゃ優秀なんですよね。では、とりあえず、しののめちゃんかなんかでいっか。しののめちゃん置いて、で、カイデン、ペンデラムスキル置いて、で、カイデンが9なんで、2から8のモンスターが同時に召喚可能。入れろ、魂のペンデラム、天空にかけ、光の枠、ペンデラム召喚、現れろ、俺様の、モンスターたちを、みんなを笑顔に、みんなを笑顔に、かっこ俺だけを笑顔に、で、回転を開始俺だけを笑顔に、スマイルマジシャンの効果によって、スマイルユニバースを手札に加えていく。そして、回転の効果で帰ってくる。上級2体リリースして歩くとさ、はい、歩く、場所ここ。はい、これどうしよっかな。なんかいろいろできるな。うさ、深淵とか入れてたら深淵もできるね。これ深淵あるな結構。これエクストラデッキ入れるかどうせ余ってるし、割と。まあとりあえずアップルムーサ出しに行きますか。ここ234だ、まあ、あれだね、だから要するにだ、こうして、そうだね、やっぱここランク4強いの出んじゃん。まあ上振れた場合だけど、レフィテル引いてればいいけどね。まあ今レフィテル引いてなかったらリンクサイズ全部使っちゃうからあれなんだよ。やっぱとりあえずレベル4対2で見かけし出して、見かけちゃん出して効果発動して、デッキから岩石族手札に加えるということで、まあ、パキュアロ、まあ、出さないですよね。パキュアロ出して、このレフィキル出して、でセットしてエンドと、まあ、一応モンスター効果無効だけあるわ。はい、でエンド、さあ曲がってこいよ。おい、デュエルしろよ。ドローフェイズ、みんなを笑顔に。さあみんなを、じゃあウーサだけ、ウーサだけにして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 、いやウーサはいいんだよ、ウーサはいい、ウーサはいいの。あ、
あ、いや手札でも2枚使ったらこれ無理だろ。手札2枚使ったらちょっともうぶつ量でいくわ。もうなんかちょっとアイテムめっちゃ回復されるけど、めっちゃ回復されるけど、物量でなんとか押したらなんとかいけるはず。やば、めっちゃ回復させてた。15,300。何それ、ガーディアンスライム。コストロシャー100点のカード送られてるんだけど、ニッシーの呪文やばい。なんかマリクイしてあるいたわ。どういうこと、金的マジキッチ。ニッシーの呪文、ラーム抑止でやばすぎ。いやそれはやばい。15,300あるんだけど、お前一回歩くとすっきりできて、うるせえ。お前甲が向こうになってんだから、お前移動するとできへんの、マジ。お前うるせえ、黙っとけ。あ、え、これ俺もしかしてこれ死にます。え、これもしかして俺死ぬ。あ、え?